川さん、どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしく。石川さんは普段はつながるラジオという昼間の時間帯のラジオで、はい、電話相談の回答者という形でラジオに出演してくださるんですけれども、はい、この番組ではどういう質問の回答者なんですか？特におじいちゃんおばあちゃんとかね、あるいはお父さんお母さんからの子供の教育だったり、あるいは精神的な病気だったり、あるいはその他いろんな行き詰まる問題、癖の問題とかね、そんなことの質問が多いです。昼間の時間帯ですから、子供自身がかけてくるわけではなくて、親とかおばあちゃんおじいちゃん。そうですね、たまにはご本人のこともあるんですけれどもね、ほとんどはやっぱり家族の方です。このラジオ深夜便はどちらかというとおじいちゃんおばあちゃんの世代が聞いている、はい、番組ですけれども、深夜便は初登場ということで。そうですね、はい。今日は家族をキーワードにお話を伺ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。こちらこそ。最初に石川さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきたいのですが、1946年の神戸のお生まれで、1973年に東京大学医学部卒業後は小児科医精神科医として東京大学医学部附属病院に勤務をされます、はい、そして1994年に地中海にありますマルタ共和国、そうですね、はい、ここで2年間研究生活を送られて、戻ってこられてからは静岡大学で勤務されると、はい、そして2004年に東京の目黒でクリニックを開業されるということで、はい、ご著書には子ども心学、寄り添う人になれるはず、それから子どもと出会い別れるまで希望の家族学、子育ての社会学、あるいは子どもたちが語る登校拒否、これは監修という形で、そうですね、はい、関わっていらっしゃいますけれども、たくさんのご著書があります。小児科医精神科医という立場でたくさんの子どもたちと周りになってきて、はい、で子どもたちを見るということは、つまりその家族も見てこられたと思うんですね。で今その家族をめぐる、うんうん、ネガティブな言葉がたくさん、うんうん、特にこの夏なんかを見ますとね、もう目を覆いたくなるような虐待が、うんうん、例えば起こったとか、新聞ニュースをこう見ると、うん、本当にこう眉をこう潜めたくなるようなことが起こってると思うんです。で石川さんはそういったこう今の事象をどんなふうにご覧になってるか、うんうん、といったあたりから伺いたいんですが、はい、確かにそうですよね。もう眉を潜めたくなるようなことっていうのはあるし、まあ現実にも病院ですから相談を応じてるといろんなことがあるわけですが、ただ注意しないといけないのは目を覆いたくなるというかな、うん、その時にそのつい私たちは物事の一面だけを見ちゃう気がするんですね。でよく見ていくと、大体こうパッと見たこととかね、それから世の中で言われてることとか、まあ、特にマスコミの報道が多いですけど、はい、そこであることはこれは一部全く事実なんだけど、だけど全部の事実ではない、そこにはいろんな可能性や希望や別の見方もあるっていうあたりが、私たちはつい抜けていくような気がするんですよね。ショッキングであればショッキングであるほど、うんうんうん、動揺しちゃうんでしょうね、受け止めるときに。よくそれは視野狭窄ってね、これは精神科医がよく使う言葉があるんですけど、我々はある事態に驚いたり集中したりすると物事の一点だけ見ちゃう。例えば火事場のクソ力なんていうのも、火事場のバカ力って言いますかそれ私も体験した親子の話でね、お風呂場にいる時に赤ちゃんを抱いてお風呂場に行ったら火事になっちゃった。でもうその赤ちゃんを守って必死になってお風呂場から逃げ出して、お母さんがお風呂入れたんですけど、でようやく出てほっと気がついたら赤ちゃんを抱いてなくて金だらいを一つ持って飛び出してた。もうそれだけ聞くと大変な話ですね。ところがね、実は全部火事が終わった後戻ってみたら風呂桶の中にたらいを置いて、その中に赤ちゃんを置いて蓋をして、赤ちゃん無事だったんです。へえ、もう40年ぐらい前の話です。で私たちっていうのはもう本当にこういろんなことに動転してしまうとね、
物事の全体像を見ないで、ある一点をパーッと見ちゃうって、これはあの生き物の特性なんで仕方がないんですが、そこを少し冷静になって見ていかないと、その場では仕方がないんですが、そのつまり一点しか見ない代償としてものすごい力は得てるんですね。でも冷静になって時間が経ったら振り返るし、本当のところを見ないとあのすごい間違いが起こるだろう。例えば今言われてる危機と言われてることもですね、本当はいっぱい危機があるけれども、あの間違えてきたことって随分多いんですよ。まあ、例えばそれをするとね、一番いい例が2つほど挙げると、一つは今子どもたちにうつ病が増えているという話と、もう一つは少年法っていうのが、数年前に、まあ私は改悪だと思っての変えられた。その理由がですね、子どもたちの犯罪、残虐な犯罪が低年齢化してるからどんどん残虐化している、凶悪化してるで増えてる、まあ、そういう話が広がったんですね、はい、ところがそういう話が広がった1990年代の終わりから2000年代の初頭は、実際には、戦後の中では少年殺人の件数が一番少ない頃だったんです。戦後に比べると、まあ、戦後の混乱期ですよね、はい、だけではなくてね、1970年近くまでは、1990年代から2000年代初頭の数倍、3倍近い殺人、少年殺人は起こってるんですね。はい、ただやっぱりその90年代、はい、まあ、猟奇的と呼ばれるようなね、うんうんうん、もう本当にセンセーショナルな事件が数多くあったような印象があり、うんうん、はい、もう大変な世の中になっているようなね、イメージは持ってましたね、うん、あの現実にそう思うんですね。ただよく考えると、実際のつまり私はあの一つ一つの事件とそれに潜むいろんなこう怖さ、闇、それから、まあ、いろんな問題、これは現実にあるし考えていかないといけないと思うんですね。だけど私が言いたいのは、あのそういう一個一個のことっていうのは丹念に考えていけば、そこには全く違ったストーリーもあるし、望みもあるし、希望もあるし、いろんなものがあるんですけれども、数で語るときには冷静に数で言わなきゃいけないんだけど、一つの事件の残虐さの方面だけを見ちゃうと数まで増えてるようなね、そうなると私たち浮き足立っちゃうわけですよね。なんか今はそういう浮き足立ちがものすごく多いように思うんです。家族というキーワードで、うん、例えばそういう事件であったり今起こってることを見たときに、例えば私が中学生ぐらいの頃から登校拒否という言葉で言われたり、はい、あるいは家庭内暴力というような言葉で言われたり、うん、その親と子の関係であったり、はい、家族という単位の中で何か問題が起こっているというようなことは言われていたような気がするんですが、はい、最近の方がもっとそういう言葉がたくさん出てきたような気もするんですね、はいはい、石川先生はたくさんの家族を見ているご実感として大きく変化を感じたりしてらっしゃいますか？あのね、変化は当然起こってると思うんですね。ただ言われてるような問題が危機なのかっていうと、私たちはこう不安に怯えるあまりに、さっき言ったようにどうもそのちょっと違うところを見てしまうところがあると思うんですね。で例えば最近で言われると鬱が増えてると言われる、はい、ところが確かにある一定年齢層の鬱は増えてるんですけれども、本当に増えてるかどうかっていうと、精神医学の方で1990年代に鬱の定義が大幅に変わっちゃったんですね。でそれによって増えたりしてることがあるんだけれども、鬱が増えてるってことだけ強調される。それでそれは自殺の問題と絡んじゃうから、これは暗い話だし本当に何とかしなきゃいけないことなんですが、はい、30歳以上の自殺は確かに増えてるんです、はい、ただですね、老人層の自殺とそれから若い世代の自殺は、これも戦後の一番多い時期から見ると3分の1とか、あるいは明治から見ると老人の自殺率なんかもっと下がってるんですね。あ、そうですか。だからそうすると、何を幸と呼び何を不幸と呼ぶかっていうことで違ってくるんだけれども、私たちはひょっとすると一番大事なことが何かっていうこととは違うところに怯えちゃうんじゃない、で
もし子どもの自殺が減ってると、でうつ病はなぜ怖いかっていうと、これまでは命に関わる病気だ、ところが自殺が減ってるとすれば、じゃあうつ病も減ってるのかいうようなことを冷静に考えれば、私たちがすぐ対策だっていうのはそういう危機感からやっちゃいますよね。そこのどっか私たちが思い込みと、さっき言った視野狭窄から対策を打とうとする、でもそれが本当でないからますます怖くなってくるっていうかな、そういう感じがするんですよね。なんだかその周りにね得体の知れない不安なことがいっぱい起こってしまってるような気がして、世の中一体どうなっちゃったんだろうとか、あるいは私たちが当たり前だと思っていたことが、もうもはや当たり前じゃないのかしらっていうような大きな漠然とした不安感にね、例えば経済の状態があまり良くないとか、そういう要素も、他の要素も入ってくるんだけれども、どうやって生きていけばいいのだろうぐらいにこう、考えてしまいがちなね、そんな感じがここのとこしばらくあるんじゃないかしらと、高齢者の所在不明の問題が報じられた時に、なんで家族なのに何年も会わない自分のお父さんだったりお母さんを探さないんだろうっていう発想を例えばしてみたり、あるいはその子供のね赤ちゃんの虐待が起こった時に、なんで親なのにそんなことができちゃうんだろうとか、自分のある種の価値観の中から考えると、例えば今まあ確かに老人問題ね、これは大きな問題になってるし、一人で住んでる老人多い、そうするともちろん無縁社会っていう問題はとても大きくあるんだけど、冷静に考えてみると、私たちの平均寿命伸びましたね。実は明治の頃っていうのは平均寿命40歳なんです。ところが今80でしょ、で明治以前遡ってみてもね、人間の平均寿命ってどうもネアンデルタル人なんかの骨なんかを調べても30から40ぐらいがだいたい自然界にいる人間の平均寿命みたいなんです。そんなに短いんですか。はい、ところが明治以降、確かに私たち豊かになって人生80年になった。そうすると昔だともう80まで生きてる人って人生稀なわけです。だからそういう意味ではそういう人が大事にされるということもあるし、いろんな意味でその老人自体が圧倒的に増えちゃった。でそのことで私たちは40年の人普通の自然の寿命に加えて40年もなんかこう近代化による、工業化の寿命なんですけどね、これ得ちゃったことでどんどん私たちは貪欲になって、でその時の老人のイメージと混同してると思うんです。ところがさっき言ったみたいに実際には老人の自殺率は過去にないぐらい減ってるんです。そうすると私はやはり一人多いとかれる孤独死の問題がそのままでいいと言ってるんではないんですけれども、もう少し冷静に議論をしていかないといけないし、本当に何が必要なのか、でからもう一つは私自身がそろそろ60まだ4ですけれども、これから私も老人の一人になっていくわけですけれども、なんか老人のイメージやいつも明るくニコニコ元気な老人みたいなねイメージに縛られて、なんか私たち自身が自分たちを少しこう規定しすぎてる気がするんですね。もうちょっとさっき言ったように本当に大事なことは何なのか、本当に困ることは何なのか、そのあたりに対する冷静な覚悟とか見ていくこととか、自分を悟っていくみたいなね、そこのプロセスがないと無縁社会って言っちゃうとちょっと違うんじゃないかと思うんですね。そうですね。子どもたちの虐待のことについてはまたちょっと違う、私は子どもの虐待の問題とね老人の問題違うと、で老人の問題ってのは文化的な問題だと思うんです。今言ったように社会の変化とともに文化も変わってきた。ところが子どもの問題っていうのは人間って多分人類が誕生した何百万年か前から今まで人間の赤ちゃんっていうのは今生まれてる赤ちゃんがそのまま前の時代多分100万年前行っても生きられるわけですね。老人はそうはいかない、さっき言ったように40歳で死んでた時代のようにはいかない、そこはあるんですけども、赤ちゃんに対して人間が大事にしていこうとする
ていうのは、これはどっちかというと文化の問題もあるけれども、ごくごく私たち生き物が持ってる自然に次に来る世代に関して大事にしていこうって感覚があると思うんですね。でそういう感覚は誰にでもあるんだけども、それを援助していくっていうかな、うまく出していけるセッティングが時代が追いついてないような気がするんですね。そういう気持ちに当たり前のようになれる環境にないということですか。はい、はいはい、あ、それは社会の仕組みとして、私はそう思います。例えばいつも焦らされてるわけですよね。例えば育児に入った母親の、実は全部ではなくて、ごく自然に、あ、子供といられるのはハッピーだと思える人は未だに多いんだけれども、しかし家庭に入っちゃうと取り残されるんじゃないかっていうふうなイメージがあるわけですね。で、冷静に考えたら何に取り残され何が違っていくのかっていうのは本当はよく分かってないんだけど、もうやたら取り残される気がする。で、そこでこう焦らされちゃう若い人たちって多いような気がするし、それから時代は変わってってるから、今の若い人たちが例えばお化粧してみたり気取ったりいろんなことしてみたい、でそこで取り戻残されてるって感覚が、そういうことでも出てくるわけですね。ところがそれより少し上の世代になると、そんなことは許せないみたいな感覚になる。で、一番大事なのは子供たちも生まれてくるし、若い世代の親もいるし、我々のように年取った世代もいるんだけれども、みんながいろいろ違うなと思いながらね、お互い大事にし合っていくことだと思うんですよ。ところがその感覚よりは、日本の社会ではこう正しさみたいなものがね強調されて、で自分たちの世代世代の持ってる正しさとちょっと違うと置いてかれる気がしちゃうっていうかな、なんかそういうところでさっきと焦らされて視野狭窄になって追い込まれていく。で、みんながそういう構造にあるような気がするんですね。帰属するグループからこぼれ落ちることがとっても怖いことだっていうふうに、はい、それはずっと自分自身を振り返っても、学校に行ってた時は学校という集団であったり、社会に出れば自分の所属する組織であったり、こういろんなところでこう世代も含めてですけど、帰属集団からこぼれ落ちるっていうのはほとんど恐怖に感じますよね。そうです。そっからは絶対にこう落ちないようにしがみつかなくちゃっていうふうに思ってきましたね。だから今育児に悩むお母さんたちもそういう意味でどこかから取り残されてしまうんじゃないかという意識があると、目の前にいる赤ちゃんに対して愛情を注ぐ、あるいはその育児をするといったようなことにならない。そうですね。その帰属意識もそうなんだけど、今度は女親っていう立場に立った時にもですね、今度はじゃあ親である以上こうしなきゃいけないみたいなですね、縛りがいっぱいあるわけでしょ。で、その縛りの方になんかこう私らは吸い寄せられてって、帰属意識っていうのはじゃあ本当にそこへ帰属してて楽しくそこにいるのって言うと、そうかどうか分かんない。今の現実をもう一遍、今自分が生きてるところでこれでいいかなっていうふうに居直ってみたりね、自分でいるっていうことがすごく難しくなってるような気がする。そうですね、自分でいることも難しいし、自分って何っていうこと自体を把握するのが難しい部分が、本当はさっき言った難しくないんだけど、何かに追われて視野狭窄になってしまうと、最初は自分が見たいものしか見えなくなる、そのうちに見さされてるものにしか見えなくなるみたいにして、そこでずっと追われてる気がするんですね。ちょっとこう息を抜いてみたり、肩を怒らせんのやめてみたり、周り見てみれば、それと違うものがあるんだけど、なかなか受け入れたくないっていうかな、そういうところへみんな追い込まれてるような気がするんですね。私もそうだって思うことがいっぱいあって、じゃあなんで石川先生が今のこの石川先生でいらっしゃるのかっていうあたりをちょっと振り返って、ここから伺っていきたいんですけれども、はいはいはい、最初に、見ていたのは小児科のお医者さんですから、はい、本当にちっちゃい子どもたち の, 精神的なことだけではなくて、全てに関わる部分を見てらしたわけですよね、病院で。そうですね。特に、まあ、生まれたばっかりの赤ちゃんってその精神があるわけだ、もう
寒くてもお腹空いても病気でもギャーって泣くわけですね。だからまあ全部見るっていうのは小児科医の特性ですよね、うんうん、小児科医になろうっていうのは何かその志があったんですか若き日々を振り返ると一つは子供好きだってことはあったんだけどもう一つは手先が不器用だったんですつまり外科とかで手術をするとか、はい、そういう分野ではなくということですか、うん、そっちへ行くと人を助けるより殺しそうですからね。それで小児科を選ばれた、うん、でその中でそうすると外科をしないとなるともともと子供好きだし子供たちと遊んでるとまあ楽しいですよね。うーん、そんなんがあるんでじゃあ小児科に行こうか感じだった。そうですか、ね、でも実際に今でこそ本当に小児科医が足りないなんてこうね、うん、記事になったりもするぐらいに小児科の先生って大変なお仕事ですよね。今の小児科医はやっぱり大変だと思います。というのは夜中でも当直なんかが続きますしね。それからやっぱり小児科をしてると手間暇かかる、その割に今の保険診療制度っていうのは儲からない。それともう一つはこれは少子化の影響もあるんですけれども、親たちのやっぱり心配が あって、早期発見早期治療っていうのは大事なんだけど、それがあんまり宣伝されると不必要なことにまで起こってくる。私たちはあまりにもこう神経質になりすぎて、昔は風邪ぐらいはっていうふうに考えられたものがもう風邪でも親の責任でなんかなっちゃうんじゃないかっていうんで小児科を訪れる、そういうあたりで昔よりは大変になってますよね、うん、小児科医は、はい。石川先生がその小児科医としてその病院に勤務されていた頃は今よりも、うん、そういう意味では環境が、難しいですね。もう私が小児科になった当時も小児科医少ないから月のうち半分ぐらい当直で外の病院で泊まり込みでしたし、それから、はい、いろんなことで、まあ、未熟児や新生児がいるとね、夜中でもしょっちゅう起こされるというのがあったんですね。だから大変でしたが、さっき言ったみたいに仕分け大作にならずにもう少しこう命を大事にしてるっていうことで、人間と人間が一緒にチーム組めて信頼し合えた気がするんですね。だからそこがなくなって医者の方はいつも医療ミスとかなんかで問われるんじゃないかっていうのに追われて視野狭窄にとるし、周りも不審の目で見るみたいな、そこが出てきてるのは苦しいだろうと思います。で、石川先生ご自身はその精神科と呼ばれる分野に少しずつこう軸足を移されていくのは、うん、はい、それは何かきっかけがあったんですか。ね、一番大きな、でもやっぱ二つあってね私の、まっとうな理由とそうじゃないので言うと、私が40過ぎたあたり体ちょっと壊して、だんだんそのやっぱり子供と向き合うためにはエネルギー持って一緒に楽しめないようになるとなかなか大変で管理的になっちゃうんですね。で、当直なんかもきつくい年齢になってきたという時に迷ったのが一つあります。からもう一つは、私が小児科医になった頃、本当に赤ちゃんだったり子供だった子が、15、16年小児科医だったんですけど、それが経つと大人になっていくんですね。ところが大人になっていくと内科でも見てもらい精神科医でも見てもらえないっていうふうに、行くんだけど小児科医帰ってくる子がいっぱいいるということで、特に慢性の疾患を抱えている、あるいは障害を抱えている子どもたちと付き合ってると、その先をせか見てみたいっていうのがありました。っていうのは小児科医っていうのは子どもの頃したことをそれが将来どうなっていくか見ないで良しとしてるところがあるんです。で、実はそのことの小児科医療の怖さっていうのはいろいろ感じるんですけどね。抗生物質の使いすぎだったり、あるいは本当にその今言われてる予防接種とかインフルエンザの薬がいいのか悪いのかとか、今してる治療がともかくいいのか悪いのかを見たいというのもあった、そんな3つの気持ちが重なって、内科医行こうか精神科医行こうか迷ったんですが、どうも精神科分野の方が子どもたちが大人になっていく時に見てもらえてない感じがしたもんで、それで精神科へ行ってみようかと思った。
患者さんたちと会っていくときに、それまで小児科医として見ていたときと違うものに出会うわけですよね。違う状態にというか、まあそうですね、はい、まあそうですね、ちょっと言っちゃ、言った、実は年代的にだから私も子供だった子供たちが大きくなるのを見てたんで、出会ってでも気づくことは、そういうふうに年齢が変わってくことと時代の差によって感じることはあったけど、子供と出会って感じることはあんまり変わってないです。いつもピンチに見えることを実際は子供自身が跳ねのけていくわけですよね。命さえね無事であれば、子供っていうのはどんな格好でも自分を広げていく。それは小児科でも精神科行ってからでも変わらないです。ああそうですか、はい、それはね本当親の立場に立って今のお話を伺うと、うん、心配しすぎちゃうんですよね、うん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 、だから何かの危機が降りかかる前に傘を差し出すという、うんうんうん、でそのために病院に来てるんじゃないっていう気持ちになるんですけどね。そういうものですか、うん、私はだから傘を雨が降ってない時に一生懸命差し出してる気がするのね。で雨が降ったら自分で取りに来るだろうし、それでも子供だから忘れる時がある、うんうん、でまあ子供って言っても10歳ぐらいまでとその後って随分違うと思うんですけど、大まかに10歳ぐらいまでの子供っていうのは確かに一生懸命差し出してもらったりすることも、それによって自分が認められてるような気がすることがあるから、まあ助けてあげることもいいし大いに褒めてあげることもいいだろう。でも10歳を過ぎるとね、子供の側に変化が生じてきて、差し出されると信用されてない感じがしてくるわけですよね。あそうすると親としては後ろから追っかけながら見守ってあげるしかできない時になってくる。でもなんか今は小さい頃に英才教育みたいな感じでやたら背中を押してみたりね、そろそろ後ろから追っかければいい年代になって一生懸命傘差しかけたりみたいな、その辺のバランスはちょっと悪いのかもしれませんね、うんうん、子どもの心の問題に関しては、うん、子ども自身の問題というよりは家族の問題として、うん、例えばどんなふうに親に育てられたか、うん、家族全体の問題というふうにこう捉える考え方みたいなのが出てきましたでしょ、はいはい、ね、それは もちろん私が医者になってからというより、まあ、非常に古い源流をたどれば多分1800年代ぐらいからです。それまではあんまりそういう考え方なかったのね。で日本では、まあ、第二次大戦後、戦後ですか、はい、でどうしてかっていうと、私たちは何か起こると何かのせいにしたくなるわけでしょ。昔はさっきの育児の話ともそうだけど、昔は相場があったわけです。それで大抵の原因はですね、たたりだったりご先祖様の問題だったりしたわけですね。ところがちょっと大胆に言うと、アメリカ社会っていうのはご先祖様たどれないわけですね。でその社会で子供に起こった問題を解決していくときには、まあ、親が引き受けていくというのが、社会が引き受けることをしなかったり、それから当人のせいにしないためには親のせいにしちゃうのが、まあ、一番見えやすいわけです。だから日本だったら水国用とかから始まって、はい、親がじゃあ親がそうなったのはじゃあ誰かって言ったらおばあちゃんおじいちゃんで、その前ってご先祖様で行っちゃうっていうのは、まあ、そう別の言い方ですと、私たちはずっと人類はそうですね、100年ぐらい前までは過去を大事にして、過去から未来を作り出していく、今現在っていう考え方だったんだけど、どん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 未来への希望をアメリカ社会っていうのを振りまいたわけですね。で未来から今を見るようになっちゃった。子供の良し悪し、良かれっていうのもほとんどが未来のあなたのためよでしょ。親がやがて老いた時、うんに子供が立派な大人になってくれるようにという発想だったことですか、まあ、一言で言えばそうですよね。はあ、今とりあえず今まあここで生活しててしんどいねとか楽しいねとかこうだねっていう今の言葉で苦しんでることよりも、ほとんど多くの場合は、まあ、精神科なんか受診する人の場合は未来への不安って言った方がいいわけですよね。
そうですね、でそれが膨らんじゃった時にもう人間は未来へ目をやるとご先祖様とか過去は関係ないわけです。そうすると実は1900年ぐらいから人間の考え方が先の不確定なものに支配されて、それが結局責任取るのは親しかないみたいにして家族へ行って家族療法っていうのが出てきたように思うんですね。でそうするのがまあ一番よく日本でもですね、つい最近までは母親が全部引っかぶってみんな私が悪いと言って謝って回れば丸く収まるわけです。でところがそれも日本ではそのちょっと封建的でそういうところで女親が苦労するとか昔からあったけども、相場のある社会ではね、大体こうやっていけばいいっていうのがおじいちゃんがやったことを子供がやり孫がやりひ孫がやりって引き継いでいく社会ではそれで丸く収まったんだけれど、収まらなくなってきた。でそのためにもう引き受けられる親が必死にやんなきゃいけなくなって、親のせいっていうのが定着しちゃったと思うんですね。その子供を見てるとその後ろにというか悩める引き受けなきゃいけないと思っている親も一緒に見ていくことになるんですか？主にはやっぱり今一番困ってる人なんですね。ところが子供のことで来るときに誰が困ってるかというと、当人困ってないこと結構多いんですよ。あ、親が困ってるか先生が困ってるかね。そうすると私は本来困ってる人が何に困ってるかに気づいて困らないようになっていくことですよね。だから親が困ってればやっぱり親と十分話することが大事になる。学校の先生が困ってるなら先生、子供が困ってる時は子供ですよね。そこがどうも違って、子供に何かが起こるともう子供を治療するとかね、そのために家族はこうしなきゃいけないみたいに、でも子供は本人は全然困ってないこといっぱいあるわけです。親が心配で病院に行く、親が困ってる、でも親も実はよくよく聞いていくと家で子供といたりするとこでは困ってないんです。どこで困るんですか？今一番問題になるのは学校でこれこれが落ち着いてないとかね、誰々ちゃんと喧嘩して泣かしちゃったとか始まって、でも今の学校は子供に何か精神的な異常があるのではないか、もうそうなると先生は教育の中ですればいいことに手をつけられなくなってお医者さんに指示求める。昔から例えばちょっと暴れん坊な子とか、ちょっと落ち着きのない子とか、朗読を当てられると普段お話しするときは上手にお話しできるんだけど、朗読だけはすごく苦手な子とか、いろんな子がいるのが小学校だったような気がするんですけど、今全部それに名前が付けられてますでしょ、でそれが ADHD っていう名前だったり、LD っていう名前だったり、細分化が進んでるっていうんですか ね、 全く細分化ではなくて、さっき言ったように私は事実を見間違えるって言ったのは報道だけじゃなくて、私は冷静に考えてみるとね、例えば落ち着かない子供が問題だって言われるけど全くおかしな話だと思ってるんです。っていうのは幼い生き物というのはね、落ち着かないっていうのは実はなんか刺激が来ると集中しないでそっちの方へパーッと飛んでっちゃうことですよ。だけど哺乳類は生まれてある期間は襲われるのを防ぐために外からちょっとした刺激が来ると今やってることをやめてパパッとそっちへ反応しなかったら危険なんです。つまり落ち着きがない多動であるということこそ生き物としての人間が生きていくのに一番大事な能力なんです。考えてみれば自然の中でね、ジャングルの中で読書に熱中して4歳の子供がじっと絵本を読んでいた集中力がある文字の理解があるいい子だねにならないんです。そんな危ないことやめて今もっと驚け動き回れなんです。だから実は多動であるというのは生き物として自然で、大体人間の場合は10歳以後多動というのはなくなるんです、自然にほっとけば。ところがそれをですね、学校で集中してないのがいけない子だっていうふうになると、もう今幼稚園年代からお薬を飲まして、それでおとなしくしろって話。これはもう生き物が持ってる自然性を抑えて大人が作った変なルールに子供を当てはめちゃう。でそれができないと親が何とかしなさいってなる。で全部の問題をそういう医療で解決できるように薬で操作するって
もうそれが現実に教育の中にも出てきてる。あの昔はまだまだ自然な生き方っていうものに慣れてる頃は、だからそんな落ち着かない子どもたちがクラスにいて一緒にどう生きるかって知恵も先生方持ってたんだけど、今の教育の中にそれがなくなっちゃってますよね。だからそういう欠落を見ないで子どもが大変だ病気だっていうふうになってきてるような気がするんです。患者さんたちの不安もそういう枠の中にまず自分だったり自分の子どもだったり置いた時にどこか悪いんじゃないかしらって言って訪ねてくるっていうケースが多いですか？というより親もそこまで思ってないけど学校で言われるからしょうがないみたいな。もう最近は、昔はそれでもまだ10歳ぐらいだったんですが、今もう小学校1年生入ってね、それでむしろ生真面目だったり、それからすごく何かを大事にしようとする子がクラスのルールに合わないで落ちこぼれてると、その先生方とかあるいは周りの親が見に来てて、あの子がいるからクラスは乱れる、なんか病気があるに違いないというんで、なんでこの子が来たのっていうふうな子が、もう学校が始まって数ヶ月で精神科やってくる時代なんですよね。知らない間にこうあるべきという枠、例えば育児っていうことでお母さんはこうあるべきとか、あるいは自分の世代はこうあるべきとか、学校では子供はこうすべき、いろんな場面で私たちはそのあるべきところに自分をこう、あるいは子供を押し込めちゃってる気がしますね。そうなんです。でそれもね、農業をやった時代のようにおじいちゃんがやることを孫もやる時代だと、そこへ押し込まれても本当に生きていくところはそれでできちゃうわけですし、ところが今はもうおじいちゃんがやってることを親はやってないし、子供の代になると髪の毛の色も目の色も違って、どこへ住んでるかわかん、もう全然引き継げない文化になっちゃったのに、なおかつそういう相場があってあるべきだと思い込んでるとこが一番窮屈だと思うんです。相場って最初おっしゃった時に、なんで相場なんだろうってちょっと不思議な気がしたんですけど、そういう意味の相場なんですね。そうです、なるほど。あの引き続きお話を伺ってまいりますけれども、ここで一曲、石川先生からのリクエスト曲ですが、ナナ・ムスクーリで私のアテネ。